6.5mm クリードモアはセンターファイアライフル重要の実縫。6.5クリードモア、6.5CM、6.5CRDMR などと略される。308ウィンチェスターをベースにした。30TC の派生として、法なィによって2007年に導入された。特に標的射撃に使用されるが、狩猟用としても成功を収めている。 6.5mm クリードモアは6.5から284、ノルマのような長い実砲や、6.5mm レミントンマグナムのようなマグナム実砲に比べて初速が小さいが、全長が2.825インチのため、ショートアクションのボルトアクション方式ライフルや a r 1半自動式ライフルに装填することができる。アメリカ特殊作戦軍ソカームは、 既存の 7.62mm 弾に代わる中間弾薬について 6.5mm クリードモアを採用する方針である。左から 6mm クリードモリ 6.5mm クリードモア、mm、308インチェスター一般的に 6.5mm の弾頭は比較的高い断面密度と弾道係数を持つとされており、ライフル射撃競技においても成功を収めてきている。 6.5mm クリードモアのレシピの中には軽い弾頭によってリコイルを小さくしながら300ウィンチェスターマグナムの初速や軌道に匹敵するものもある。この実法は K が0.473インチボルトフェイス用に設計されているのでショートアクションのライフルを似たボルトフェイス径を持つ別の光景に変更するときは一般的に単なる重心の交換で済む。 この実報は、260レミントンと6.547ミ、mm、リメートルラプアとよく比較されるが中程度の威力であると言える。ある評論家によると、129グレーンのホーナディ・ SST 弾頭を使用した300ヤード地点でのエネルギーは1641フィート LBF であると報告されている。また、別の評論家によると、 初速 2700fps で1 4 0ンの弾頭を使用した時の265ヤードの高さ6インチの標的に対する最大直線弾道距離と26インチの重心を使用した時の300ヤードにおける約1600フィート LBF のメーカーの主張する残存エネルギーが報告されている。サーミのテストデータによって 6.5mm クリードモアの初速は129グレーンの弾頭で 2940fps、140グレーンの弾頭で 2690fps であることが確認されている。長距離手のレイレイドックサンチェスは1000ヤードにおける 6.5mm クリードモアのボルトアクション式タブ2000ライフルを退屈するほど正確であると評している。また彼は、 この使用した銃と実砲で1000ヤードにおいて、サブ MOA のグルーピングを記録し続けることができたと主張した。6.5mm クリードマーを手詰めした時のコストは、ラプアのスモールライカンの薬莢を利用できるため6.547ラプアなど他の 6.5mm 実砲と、ほぼ同じである。ノルマも現在は2017年からこの実砲に、対する薬莢を製造していて、 ラプアの薬鏡とほぼ同程度の価格で複数の小売店を通して入手できる。6.547のラプアの薬鏡は12から20回使用できる。スターラインはラージとスモールプライマーポケット両法の薬鏡を販売していてスモールライカンの方は若干費用がかかる。最初に 6.5mm クリードモアが導入された時は6万プシーに耐えられるケースとして宣伝された。 しかし、製品となった時、放名では6万2000プシーと記載し、サーミもそのように登録した。そのため多くのこの実報の手詰めをする者たちはリローディングするための経験が乏しい。最初の6万2000プシーでは来艦交代が起こることは珍しいことではない。初期の射撃の記事ではこの実報は5万8000プシーとなる薬量であると記載されていたが、 後の記事では5万7000プシーとなった。これは、来館突破が頻繁に起こるという苦情を受けて、ホーナディが工場相談の薬量を減らしたためである。ラプアは2017年のショットショーで、クリードモアの薬莢を公開し、2017年の第2市販機には大手の小売りを通して製品が入手可能となった。ラプアの薬莢では、スモールのプライマーポケットを採用している。なので、 はじめに、圧力の適切な薬量のテストを行わずに、ラージライカンを使用している、他のメーカーのクリードモア薬莢と同じようにラプアのクリードモア薬莢を使用するべきではない。また成形とデキャップの際には、スモール用のデキャッピングロットが必要である。 6mm クリードモアは 6.5mm クリードモアのネックダウン版で 6.5mm の弾頭よりも軽くリコイルの小さい 6mm の弾頭を使用する。2009年にアウトドアライフのジョンスノーによって設計された。2018年5月現在、サベージアームズは 6mm クリードモアで3つのボルトアクションライフルと1つの半自動ライフルを提供。 同じく2018年5月現在、ホーナ投げは 6mm クリードモアで87グレーン、バーミントエクスプレス 103g プレシジョンハンター108グレーンマッチ弾薬を提供している。2017年10月、アメリカ特殊作戦軍ソカームは、SR-25M110A1 m ーク k 2 0のセミオートマチック狙撃銃において、 7.62X51mm NATO 弾、260レミントン、6.5mm クリードモアの性能をテストした。その結果、アメリカ特殊作戦軍ソカームは、6.5mm クリードモアが 7.62X51mm ナトーダ弾よりも、1000m で2倍の命中率を達成し、有効射程距離をほぼ1.5倍に増大させ、 風による影響を3分の1程度減少させ、より反動が少なく、最高の性能を示したと判定した。またテストでは、260レミントンと 6.5mm クリードモアが同様に正確で信頼性が高く、弾道特性も非常に似ていると示された。当該2種の弾薬の寸法はほぼ類似しており、同じマガジンを使用することができ、 ライフルを重心交換で変換することができる。6 5ト、mm、ルクリードモアが優勢と判定された点は弾頭と装填に関しさらに開発する余地がより大きいことである。このテスト結果により2019年の早い時期に導入が予定されているセミオートマチック狙撃銃において7 6 2 x 5 1ト、mm、ルナトウ弾を置き換えるべく6 5ト、mm、ル クリードモアの採用と特別な狙撃兵による実地検証が決定された。アメリカ特殊作戦軍ソカームの採用にこうして国土安全保障省も6 5ト、mm、ルクリードモアの採用を決定した。ありがとうございます。